はいどうも、GO の GOGOTV です。今回はコンプリートセレクションモディフィケーション変身ベルトアークルの最後の動画になるとは思うんですけども、今回は一条薫の携帯電話の遊び方をやっていきたいと思います。音声の方が大体70種類ぐらいの音声が入っておりますんで、まあ、そちらの音声をすべて鳴らしていきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。ではもう早速やっていきましょう。絶縁シート抜いて、特に電源のオンとかオフとかはなくて、絶縁シート抜いたらもうそのまま起動する感じですね。で、多分どのボタンも、押せますね。一応ダミーボタン的なものは、このモードって書いたやつはこれは完全ダミーですね。これもダミーですね。この辺の、このメールとか、これはメニューかなとか、このモードとか、ここの3つはダミーですけど、それ以外は一応全部押せますね。この辺は押せます。こんだけから下は全部押せる感じになっております。では、着信音遊びをやっていきましょう。ここのボタンを押すと、こう着信音が鳴るんで、この着信音が鳴ったらもう一回、ここを押すと受け取る感じになりますね。第46号と戦って、重体です。意識不明のまま、関東医大病院に運ばれているところです。しかしあいつは、絶対に大丈夫です。あいつの力が借りられない今は我々が何としても頑張りましょう。はい、こんな感じで、これはランダム音声なんですけども、ランダム音声が4種類入ってる感じになっております。ああ、俺やっぱり明日は会えそうにない。ごめん、また電話する。はい、でスピーカーはここにありますね。病気しとっていかんがや。そうだな、そんならな。はい、これが3種類目ですね。助かるのか、五代は。五代に伝えてくれ、俺は待ってると。はい、ということで以上ランダム音声の4種類が流れましたんで、着信遊びはこんな感じになっております。では次はセリフ再生遊びやっていきましょう。はい、では次はセリフ遊びやっていきましょう。一応まあ説明書の方に、まあ、全セリフのこういうなんかコード番号が書いてあるんで、まあ、それを押して通話を押せば、まあ、音声が流れるっていう感じになっておりますね。ではやっていきましょうか。こちらはもういっぺんにやっていきたいと思います。では行きましょう。五代祐介、未確認生命体が現れた。直ちに現場に急行してくれ。助けた。お前は誰だ。まさかやはり君が未確認生命体第2号か。なぜそんな軽率なことをした。なんともないのか。あいつと同類になる可能性だってあるんだぞ。バカか君は。その理由のない自信は何なんだ。早く逃げろ。はい、これは警察の仕事だ。帰れと言ったら帰れ。バカ、何を。変わった。まだいたのか。もう出しゃばるな。あくまで君は民間人なんだ。君が戦う力を得たと思うのは勝手だ。だが君に戦う義務はない。これが市民を助けるという我々警察官の仕事だ。中途半端に関わるな。何しに来た。まだそんなことを。なんでお前の肩に一生の不覚だ。本部長、第2号と第4号は対象から除外すべきです。私を危機から救ってくれました。謝るなよ、五代。軽率な行動をするな。また変身して戦うつもりだったのか。いつか撃ち殺されるぞ。自分をもっと大事にするんだ。五代祐介、俺についてこい。トライチェイサー2000、最新型の白バイの試作機だ。旧型では
コストの都合上切り捨てた性能がこれには全て搭載されている。グリップはここだ。後から俺も行く。マスターにそれとなく伝えといてくれ。正しくはチョモランマだ。彼は我々の味方です。そしてアースリより他に方法がないと判断したからです。何かあったら私が射殺します。今はとにかく信じてください。申し訳ない。あなたが心配していた通りになった。似てるんです、彼は私に。だから止めても止められないってことも分かってしまって。この上空に第14号がいる。狙いは5台。君だ。受け取れ。無事でよかった。五代雄介、21号が有明に出た。奴の弱点は腹だ。そういえば今日は大事な人に会うんじゃなかったのか。ああ、俺やっぱり明日は会えそうにない。ごめん、また電話する。五代雄介、状況は？どうした？五代雄介。ところで君の方は大丈夫か？万が一のことがあったらどうする？あとは任せろ。君はもう帰って休め。なあ、俺看護婦長が病気しとっていかんがや。そうだな。そんならな。五代、すまん、遅くなった。五代雄介、しっかりしろ。おい、しっかりしろ。おい、五代。助かるのか、五代は。五代に伝えてくれ。俺は待ってると。遅いぞ五代。あとは頼みます。本当に君は不思議なやつだ。いや、いいんだがな。すまなかった。 B1 号、バラのタトゥーの女にやられた。やはり日本語を喋っていた。もしかすると奴ら、我々が気づかないほど日常に入り込んでいるのかもしれない。そうか、緑のクンガなら見えない相手でも。五代、もうすぐ消えるぞ。五代、聞こえるか？事件が起きた。そうか、俺もすぐ追いつく。現場で合流だ。それしかないなら仕方がないだろう。後のことは俺に任せろ。気にするな、それが俺の仕事だ。大丈夫か五代。五代、頼む。あまり自分を責めるな。奴らは我々と同じ姿を持ち、今では我々の言葉さえ話すようになった。それなのに奴らは我々の感情を無視して殺戮を続けている。価値観の違いは決定的だ。どうしてそんな存在が生まれてきたのか、沢渡さんに調べてもらうことになった。第0号関連の謎が奴らの在り方を理解するための何かにつながればいいんだが。お前が第0号か。長野で仲間を大量に殺害した目的は何だ。こんなことを続けてどうなるというんだ。クンガはやがてダグバと等しくなる。 B1 号はそう言った。究極の闇をもたらすもの、そう言っていたような気がする。夢か。あいつが俺と別れられる日が一日でも早く来ればいいと思ってる。気ままな冒険が
あいつには一番似合う。大丈夫なのか？あんな戦いをしたばかりで。第46号と戦って重体です。意識不明のまま関東医大病院に運ばれているところです。しかしあいつは絶対に大丈夫です。あいつの力が借りられない今は我々が何としても頑張りましょう。あいつはこんなところで終わるやつじゃありません。もっと大きな未来を見つめていますから。究極の闇の目的は何だ？ここに書かれていることと関係があるのか？答えるんだ。お前たちと我々は違う。お前たちのような存在がいなければ。答えろ。これには何と書いてあるんだ。五代、第0号が長野市に現れた。いや、奴に先を越された。だがレーダーももう間もなく完成する。俺もすぐに向かう。五代、第0号はそこで決着をつけるつもりか？こんな寄り道はさせたくなかった。君には冒険だけしていてほしかった。ここまで君を突き合わせてしまって。はい、ということで以上が一条薫の携帯電話の遊び方ということで、まあ、セリフ音声を鳴らしてみたんですけども、いやすごいですね。ちゃんと携帯から音声鳴ってますからね。いや本当にこれはすごいと思います。まあ、今回のこのアークルはベルトの方には、まあ、そういったセリフ音声とか収録されてないんですけども、ちゃんとこういった付属品の方にしっかりと取り直してのこういう収録音声がされてるんで、いや本当にこれはすごいですよね。まあ、ただ携帯電話とはいえどもこの液晶は完全にダミーですね。ただ本当にこういう携帯を知ってる世代としてはなんか懐かしいですね。本当になんかもう初期の携帯というか、なんかプリペイド携帯とかもうそういったカテゴリーのものがこういうものが多かったんで、これ本当に懐かしさすら感じる一品じゃないかなと思いますんで、これは本当に素晴らしいんじゃないかなと思います。はい、ということで3つの動画に分けて今回はコンプリートセレクションモディフィケーション変身ベルトアークルの動画を作ってまいりました。いやもう今回とりあえずこの CSM のアークルを触って思ったことは、シンプルっていいですよねっていうことですね。シンプルイズザベストっていう言葉があると思うんですけど、本当にその言葉がすごい似合うんじゃないかなと思います。本当にフォーム自体はそこまで多くはないんですけども、そのパターンですごい構成されてることによってなんか楽しみがすごい多いんですよね、ということをすごい思いました。ですのでもう本当にこれの1個前の動画でも言ったと思うんですけども、もう平成は終わるんですけども、もう次のその年号のライダーはまたこういう形で変身ベルト戻してもいいんじゃないかなと思います。もうシンプルな変身ベルトっていう、ただその中にもパターンを多々入れるっていう、そういう変身ベルトにしていただければすごいいいんじゃないかなと思います。はい、ということでもう買ってよかったですね。その一言につきます。本当に買ってよかったなと思っております。で、次の CSM の予定なんですけども、一応ブレイバックル&ラウザーアブゾーバー&ブレイラウザーのセットのやつを予約はしてあるんですけども、一時受注でいけたのか二次受注だったのかっていうのがちょっといまいち分かってないんですよね。なんか夕方に確か予約したんで、結構微妙な時間帯に予約してるんで、1時なのか2時なのかっていうのがちょっといまいち分かってないんですけども、まあそちらも届き次第動画作っていきたいと思いますし、あと年末に届いた V バックルは一応1000人登録記念で動画撮りますって話をしたんで、まだ撮れてないんですけども、一応 V バックルの方も届いておりますんで、またそちらも
1000人突破記念ということで動画作っていきたいなと思っておりますんで、またよろしくお願いいたします。では今回もご視聴ありがとうございました。